音講座へようこそ。往年の洋楽を楽しく歌いながら発音を学ぶをコンセプトにお送りします。 Today's song is Piano Man by Billy Joel。 前回の動画 NHK の六畳間のピアノマン話題だったので、多くの人が感動したドラマということで、これやったら再生数アップするなっていうふうに目論んだんですけど、こけましたね。洋楽の発音を学びたいっていう方ってそんなには多くないと思うんです。やっぱりどうしてもね、全体数の分母がね、どうしても少なくなっちゃうんですよね、こういう動画って。やっぱギターの YouTuber さんなんかはテレビで映画に合わせて動画をアップするとすごい再生数バーってなるらしいんですよ。でそれでこれいけるかなと思ったんですが、やっぱり洋楽の発音となるとね、どうしても分母が少ない。逆に言えば自分の洋楽の発音ってどうなのって思って、誰かにチェックしてもらいたいなとか、どっかでそういう解説してる動画ないかなって探しているとしたら、あなたはもうかなり発音に対する意識が高い方ですよ。大抵の場合はね、自分の発音いけてんじゃないかなと思って歌っちゃってたり、まあ、過去の私自身もそうだったんですけど、でもなんかどっかでなんかちょっと歌いづらいなとか、なんか変だなってそういう気持ちがありながらも、誰からも指摘も受けないし、これでいいんじゃないって、自分が気持ちよく歌っていればそれでいいんじゃないのって、大抵の場合はね、そうやって思うと思うんですよ。その気持ちわからなくはないんですよ、私自身も本当にそうだったので。でももしかね、この歌を YouTube で全世界の人に向けて発信したいっていうような思いがもしかあなたにあるのであれば、私はぜひぜひファンキーアコの発音解説動画を見て、せめてね、見て学んでほしいと思うんですよ。でぶっちゃけ言いますと、私にも直せない発音のレベルの方っていうのは見えます。もうかなり上手で、もうそういう方はネイティブのところに行ってください。もうすごい細かいニュアンスまでおそらく聞き分けて直してくれると思うんですよ。私にできることといったら、カタカナ発音の方が、もしくはもう少し上手な方でもいいんですけど、ここ歌いにくいんだけどちょっとおかしいんじゃないっていう風にちょっと見てほしいなっていう方に向けての動画になっているんですよ。そこだけ直すだけでも本当に全体的にグレードアップするんですよ。英語の発音って法則があるので、一つ一つねやっていくと全体的にガッて底上げされるんですね。だからぜひとも自分の発音どうなんだろうって思われた方は、発音解説動画で学んでみてください。こういう歌を歌いたいんだけどっていうのがあったら、リクエストいただければ解説いたしますので、この暑くなる季節に向けて、今もうエアコンこれついてるんですけど、本来エアコンって撮影の時はオフにしておきたいんですよ。騒音がね入ってしまうので、あんまり暑くなるとエアコンをまさか切ってまで動画をね撮影するなんてどうなんだろうって思ったわけです。だったらあらかじめ撮影しとけばいいんじゃないかって思いついたんですよ。でもその案はポシャりました。やっぱり解説するにあたりかなり歌い込むんですよ。この解説動画の後に自分自身で歌ったファンキーアコのやらかし動画を撮るために、まあ練習するっていう意味合いもあるんですけど、それ以上に歌詞の意味を理解しながら発音を、まあ、細部まできちんとチェックしないと、この解説動画っていうのはやっぱり作れないな。まあ、歌詞を見てここの発音どうなってるのぐらいな感じで聞かれた時に答えることはできるんですよ。でも曲通しての世界観、そういうものも交えながら解説していくとなると、そういう時間がやっぱり必要だなって思うわけですね。英語の歌綺麗な発音で歌いたい、まあ、究極はそこなんですけれども、洋楽を歌うで歌った歌で人の心を感動させたいというところまで考えているとすれば、歌詞の意味とかね、歌詞の背景事情とか、もっと言えばそのアーティストの背景事情、アーティストがどんな気持ちでこの歌を歌ってるんだろうと。例えばピアノマンであったら、ビリー・ジョエルが過去に自分がピアノマンをやっていた、その状況をこの歌に盛り込んでいるわけですね。そういうことも知ってぜひ歌っていただきたいなと思うんですね。綺麗な発音で歌っていただくために、今回より 2,3 回に分けてお送りする予定です。この続きはぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。チャンネル登録だけじゃなくてベルのマークもチャープしていただけると、ファンキーアコとっても嬉しいです。質問とかありましたらお寄せください。 Thank you for watching. See you soon. Bye.